初代、中村又五郎1月1日から1920年3月19日は、明治から大正にかけて活躍した歌舞伎役者。野号は、針馬屋。縄文は、揚げ町。河門は、向日。拝命に、資金がある。初代、中村資金の子として、大阪に生まれる。明治23年、中村翔太郎で、初舞台を踏んだ。 明治31年東京に移籍し、少年劇と呼ばれる、新富座の子供芝居に出る。同期に、初代中村吉右衛門、初代女高屋正伝次、二代目坂東屋祖助らがいる。この年の正月新富座で、中村又五郎と改名する。この時の有様は、岡本喜道が、又五郎は、中村資金の意師で、大阪では子役中の麒麟児と呼ばれ、 ガンジロウですらも彼に食われるかという噂であったが、初上がりのせいか、蘇我の対面の器用と、さやあてのとめのに役だけで、格別の注意を引かなかった。しかもその後に、雑ツの芝居者や、猿ルの後ろ立てを得て、工業ごとに大役を背負うようになったのであると、書いている。子供芝居が人気を失うと、二代目、市川佐団寺の自由劇場に参加して新しい、 芝居に打ち込む一方で、新獣天盲島、川省の自閉、小指客山到来の中米などの和事とも務め、東京の観客にも親しまれた。後小芝居を中心に活躍するが、30代半ばで創生した。小は二代目、中村又五郎。ありがとうございます。